と、あとは自分のコンテスト、こういうのと、いなくなって、いなくなるとやられないって原田先生でね、おっしゃったんですけどね、いるからやられちゃった、いなきゃやられない、いなきゃやられない、そういう感じ。それが一つと、それからまあ結構ね、彼女にで彼女いなかったらいないですよ、別に関係ない、でも詰まってるというか、詰まって彼女の力で詰まってるという感じ、ね、で僕はギューってやってたら、彼女がいなくなったら、おとととって僕は自分自身になっちゃうんだけど、よくかかってなくて自立してて、こうね、だからこうでいなくなっても関係ないし、まあ、彼女がいなくなったら関係ないし、いたらいたで彼女は詰まってる状態、こう詰まって詰まって詰まってる状態ね、こう詰まってる状態、こういう感じ。じゃあ転換からやりましょう。今話したんですけど、バレないようにね、これ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 展開した時バレてるの、これはね、ほらほらもうバレてるからこう対応されちゃうよね。はい、こっち来るの分かってんだけどもさ、あの転換の時ってこうやってやってる時、やってみてくださいと、ここはね、腰が回ってきちゃうでしょ、これ寄り所にしちゃったから、ここね寄り所だから、なるべく先輩にはなかなかできないんだけど難しいけど、寄り所に寄り所に寄り所にしてこうやってやったらバレちゃうの、もう出てきちゃうの、だから寄り、もう力抜いて、自信じゃないけど、ほらもう関係ねえよって、彼関係ない、ガッとやるとこうなっちゃって、寄り所作らないって言うんですね、ここね、ここ寄り所作らないでここに入る、そういうの練習だから難しいんですよね、転換ってね、多分ね、だからそういう話で、上としてやってるんですね、いつもね、上はこう、ね、持ってきたら四角から、あれから、そういうことね、下は四角、ここね、ここで、ここ関係ないの、こう取りに来たよね、もうこうに入って、下、ここね、ここでこうにスタートしちゃって、こうやっちゃうと、もう完全にバレてるから、まあ受け身の役目だから、彼は受け身取ってくれるんだけど、実際はそれはなしだから、ね、実際はだからこうやって入ったらパッと関係なくてこう入ってない、上は上でパッとこう、じゃあここに関係ないの、こここうやってなんかこうやってったらバレちゃうんだね、じゃあバレないようにパッとしてもいいし、つなげててもいいんだけど、バレないようにないんだよ、じゃあそういう練習やりましょう。僕へとします。荒川先生がなんかあの今日いろいろね、こう諸手通りでいろいろ教えてくれたんだけど、あのね、本当諸手とかシドコメンってすごいいいので、いろんな稽古できるからね、あのだから文鳥でもやってるんだけど、諸手通りすごくいいんですよね。で諸手通りのコツはね、みんな最初のうちは手でね、こうやってね、ここからなんかやっちゃうの、こっちの手取るとか、こっちの手取るとか、なんかするとか、じゃなくて、さっきやった上と下の位置なの、これ、何にもしないでも、こう入って、資格もらってから上、ね、上行く、こう、持たれちゃってるからさ、上にこう、こう行って、上に来ると、こう崩れちゃうからね、で、腰変えると、こうなってきて、こうなってきて、こうなってきて、だから、もろ手、受け身の人がちゃんと持っててくれてるから、普通は。初めから本当はね、この手がこうやっていったら、これ手離してボカってで、ね、こっちの手離してボカって、ね、でも稽古だから、これ普通はこうやってやって、こうやって、あ、下手くそでもなんでもいいけど、こうやってやった時に持っててくれる、だからいろんな形ができるのね。普通はそんなありえないんだけど、こういっちゃったらこれ離すっていうの分かってる、だからそれも気づくじゃない、やってると、もろ手の稽古やるときはそういうことも気づいてるってこと、気づく、どこまで深く気づけるか人によって違うけど、気づきながらやってるの、でか蹴りが来るとかね、そういうこと気づきながらやってるので、気づいてるから下手なことや、上手くなってくれば来るほど下手なことはできないけど、下手なことやったら来ちゃうんだから、これあー来ちゃうんだから、だから先に自分が安心して技をかけるためには資格をまずもらわなきゃいけないので、ここをこうやってギュッていっちゃったら四角のとこ入れないよ、これ邪魔だから、これね、自分の手だから、自分の手邪魔しないで
資格もらいたい、こういうこういうで、転換の形みたいなのになったんだけど、で資格もらってから安心で、明日も来ない、今日も来ない、で持っててくれてるからね、で本当はこれ話してボカってくるんだけど、押し付いて人が使ってくるんだけど、持っててくれてるからで下落としたって、そういう形だから、あのだね、もろ手の稽古はすごくいいですね。あので、そういうことをや分かっててやってほしいんですよね。じゃないと形の追っかけることになっちゃうから、形を追っかけるんじゃなくて意識を追っかけろとか言ってんだけど、意識を追っかけるね、それどこまで深く分かるか、あのこうね、分かんないよ、これ外されるっていうのね、このままいったら外されちゃう。でもその辺深く気づくのが練習だから、でなんかいろいろ技やってるうちに、もろ手の技やってるうちに気づいてくるの、だんだんこう足やだな、手やだな、この手外されちゃうなとか気づいてくるの。だから資格先もらわなきゃって、腕下落としようって、そういう風になってね、あのだんだんとだよ、だんだんとね、だからそういう話だから、だからピュンって下に落とすのもそういう風に人によって違うの、だからあのいろんな稽古できるからっていう話。あのまあそういう話ですね。でじゃあもろ手少しやりましょう。もろ手こうね、こう起きてこうまっすぐ入ってればこういってるから、こうまっすぐまっすぐこう来て、パーって来て、パーってこう、これ一挙の形ですね。これはどういうのかっていうと、自分がこう振りかぶって、相手の重心に入ってた。そういう形ね、こう来て重心に入ってた。で、こう。これ、ただ何もやってないんだけど、線でもらって、線でもらって、ただ自分がまっすぐ相手の中に入ってた。相手の中にパーって、こういうの、こう入ってた。こういう形、それが形としてやっていくんだ、相手の形うまくやっていこうとしたら受けの人もいるから、こういうふうにね、うまくこう相手どっちかになるっていう、そういう形ですよね。でも基本はぶつけない、こういうとこ、こういうとこ持ってぶつけていかないで、ここ自由にしてて自分の中心、それで相手の心の中にこう入っていく、そういう話でしょ。ただね、そういう話で、一挙とか小投げとかいろいろあるから、それを使って人によってこう、人によってもこう、こうやる、もう裏に入るんだったらこう起きて裏に来る、何しろね、こう、こう蹴り来るよね、こう遅れたら蹴りが来るから、だから来る前に入ってるって、ここもらってるって、そういう。で、裏入んだったらこっち、表入んだったらこっちから、っていう形ですね。で、人によってやり方違う、あの技も違うから、だから、ね、基本的には、こういうところを持ってくれるから、それは、あの、抵抗方法としては持ってくれるから、普通だったら持ってないでこうかって、こう入ったら、やっちゃうんだけど、持っててくれるからね、こう踏んでくれるのも。そういうことを分かってて、お互いに手を振る、そういう話で、ちょっと一挙の稽古やりますからね、まっすぐこう、今線の技とか棒の技とか話してたのね。で、みんな一挙の形を追っかけちゃうと、一挙でこう棒になっちゃって、こう出ていこうと思ったら抑えられちゃったの、棒になっちゃったのに線の技をこうやってやろうとしちゃうのがね、そうすると変なことになっちゃうの。だから5の技、ああ出れねえやったら、こうほら線外して下げるしかないの、これ5の技なので、線で出られたからこういうふうになった、最初の技で返すとか線の技だったらしいけどさ、一挙の形が線の技なので、それを5になっちゃってから線の技できないのか、もう下げたって両手外されちゃって蹴りが来ちゃうんだからね。だから線を外してこう裏とか、そういう方法があるわけじゃないです か、 だからその辺をちゃんと理解してやらないと、線の技ゴロになっちゃってるのに線の技やらない、で行き止まりだったら違うこと考えないと、違う行き止まり最近あの草森のジェイさんの話がよく出るんだけど、いろいろね学び多くてさ、あ、うわ、行き止まりなのこれ、こうなっちゃったらこうなっちゃうの、
だから一度回りって気づいて、ここは一度回りだなっつったら、五の技だったら五の技、違う技やんだったら違う技で やらないと、切り替えないと、頭切り替えないと、いつまでたってもそれやり続けることになっちゃうから、だって千の技はできない、一度回りだからしょうがないからこっちに頼って、そういうふうにやりたいね。そういう話で、じゃあもうね、して、もう、じゃあ、塩投げ、球場、塩投げ、さっきいろいろね、やってました、こうやって抜いて、こうやって、こう来てから、こうやってやるとかね、いろいろ、先生やってらっしゃいましたけど、こうね、ちょっとこう手があるから、抜いて、で、こう入ってくると、こうなって、出て、なっちゃうとかさ、そういう話、いろいろいいですから、やってもらって構わないから、で、一挙からでもいい。いろいろできるからね、俺もこっちから入っていってもいいし、一挙から入っていってもいい、こう手があるからこうね、抜くとかさ、一挙やりやってもこう手があるからね、したらこう抜いて、まあいろんなことできるんで、じゃあ手を投げでもやってみましょう。こうなるべく抜いて、彼の手配を消して、自分の手配を消して、どっちか分かんないようにしてるの。で、こういうふうに入っちゃうの。だからほら、彼はどうしようもないで、いないんだ。やろうと思ったけど、いないんだから。こっち行っちゃったらバレるじゃん。こっち行っちゃう。だから、いない。いないってのはここ。もしくはこっち。こっちに近く。で、こういうふうに入っちゃう。で、何もできないね。で、下を押されちゃったらですね。で、こっちかこっちの近くを探して、こう入って。で、手持ってたら、だから企画入って絶対来ないって初めて技、それも徹底しとかないと、みんななんか技終わったらこうやられちゃうの。例えばさ、なんか技やって技ビューってやってきて、なんかほらやん、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 次分かるからね、必ず分かるの。なんかやってちょっとごめんねほらやってなんか次来るの分かんだもん。だから分からないためには荒川先生急にいなくなるってことなの。いなくならないと、いなくな、ここでやってたらピタの足は必ず手外されてもかって来るの。だからいなくなるの、いなくなるの、どっちいなくなるの、こっち来るよ、こっち2つしかない、大体ないんだから、あとは逃げるんだけど、こう繋がっちゃってるからね。だからこう繋がったまんまでいなくなる。そういうふうにやらないと、で、手は動かしてないでしょ、これ。何にもね、こうやられちゃってるけどさ、でも次一歩入ってきたら、こうなっちゃってる。こう、取れる。こういう状態。こうやって、グッてやる。こうやるからバレちゃう。次、俺はこっちやるなってわかるから、ね。だからやらない。何もしてないの、そういうふうにバレないように、うまく手配消すのの練習だから、それ手配消すで、必ず近くのこっちかこっちの近く、来ない位置にやりだから、形をかけるとこう形を意識をかけると、意識ってない、近くもらうと近くもらって引きを、手じゃなくて手いっちゃうと近くもらうのがやっちゃね、やっぱ逆にね、だから近くもらってのも、ここを引きを消してこう近くもらったので、下が下こう下、さあそれだけだから、合気道を習いましょうって言うとさ、みんな形を追っかけちゃうからね、引きをかけた方がいいと思ってたけどね、形のいい人だな、みんな形になっちゃうんだけど、そういう話でな、みんな終わっちゃったな、じゃあ次やろうか、次やろう、じゃあどうもありがとう、じゃあ次やりましょう、次何やったかね、次は塩投げやって、一歩やって、入り投げだな、入り投げもこれからね、今言った話、ここまで、全然余裕ないよね。でもそこを余裕探すのが仕事で、ここの意識消して自分だけこういうふうに入って、
それで、いい資格、これ資格で、形良くない、僕は形良くないけど、でも、式は資格もらって、完全にもらってる形なの。だから、こういう形だから、こうして、上から来ればできるし、ここ全然動いてないよね。ここだな、こうなってなんだ。こうって入ってた。で、こう、顔があるから、この。あとは、こう下げてきて。そしたら音と鳴った。そしたら後ろもらって、よいしょ。やるとかさ、そういう話でしょ。次バレるから、だからこれ外してポカッと、外してポカッと。でこっちかこっち。こっち入んだったらこういうふうに入ってる。俺何にも動いてない。動いてない。でも、こう通る途中にポカッと来るって嫌だから、ね、ここなんか。なんかやった方がいいかもしれないけど、まあいずれにしてももろ手取りだからね、ちゃんと持っててくれるから、相手は稽古の場合はね、実際知らないけど稽古の場合は持っててくれる、約束事だから、約束稽古だから、約束稽古で足も来ない、でも来るんだってことは気づいてるってことで、後ろ入り身投げの形やらなきゃいけないから、これで入り身投げの形やるには入れるわけないんだよ、これだから意識を使って、こう後ろ入って、それから入り身投げ、それから切りたいんだったらこれ抜くのなんていうの、こう今直角に近い棒に対して直角だからね、これ抜けないよね、これ普通は、これこう並んでればね、抜けるの、並んでる。でも直角にこういう風になっちゃってるから、これ一番力入ってる状態でしょ。だから一旦抜ける形にしなきゃいけないよ、これ抜くためには抜けるから、これ取れないからね。だからこうやって外してきて抜く、そしてこうやるパターン、なんか抜く方法を考えなきゃいけないの、このまま絶対無理、抜けない、取れない。だから、こうに入って、抜けないからしょうがないから下を落として、で、こうに上がってきて、上がってやるとか、そういう形ね。で、これは経験とかさ、たくさん稽古やってないとなかなか難しいのかもしれないけど、あとは線でもらう。線で出てきたらもうもらっちゃう。あ、こうもらっちゃう。そうすると全然彼はなんていうのかな、さっき言ってほしいの話したけどさ、先にもらうの、先にもらってるから何もしてなくても中心もらっちゃってからバーッとこう振るので、下を振るで上上げて、でこうね、だその辺のだから使い分けってから、その辺ちょっと弓投げやってちょっと成功しましょうか。で、さっきのね、直角の話、これいつもそう思ってんだけどね、これ直角で取れないよっていうの気づかなきゃいけないんだけど、みんな気づいてなくて、だいたいこういう形でこれね、サービス受け来て、サービス受け、こうやって外してこうなった、これ取れるわけないの、ここだから。で、この時もこれとこれと一緒になってマックスになってるから、マックスになってる時だったら抜けるの、でも直角の時は抜けないの、絶対にこれ無理、絶対取れない、これね一番力入ってるから、だからそれ合わせてこういう風になった時に抜けるの、こうやった力いらないよ、これ自分がこうこの手とこの手が近づいちゃうから、これ平行になっちゃったよ、平行だったらこれ力入んないの、でこう抜けて、でこう、はい、で そういうことが分かるのがさっきやった十字架にねだと思うのね、でこれをみんなこうやって直角のとこ取れないよ、これで取れるのはサービスで、こう合わせてるから抜けるの、こう合わせてるから抜けるの、そして腰変えるの、そして出ていくの、
そういう形ね。じゃあちょっとまあ、みんなげとかやりましょう。どうぞ。